ラジオネームバイシクル、うん、松永さんに質問ですが、うん、ビートを作る際に既存の楽曲を引用するサンプリングというものを知りました、うん、松永さんにとってサンプリングしやすい楽曲の特徴とかってありますか。またそういったものはどこで見つけているんですか。おう、そうですね、めっちゃちゃんとした、いいですね、これいいじゃないですか。ちょっと教えてあげる。サンプリングしやすい楽曲の特徴ですね、うん、でも前昔はインディーでやってた頃は、うん、そのもともと使ってサンプリングの引用元の曲が聴けば分かるようなまんま使い、いわゆるまんま使いみたいなことをしたんですよね、はいはいはい、だってまんま使いしやすいのはだいたいイントロがしやすいんですよ、やっぱり。なるほど、そうそう、イントロがラップ曲が歌が始まる前のイントロ、うん、ドラムが激しく入ってなかったりするし、割とイントロが印象的な曲みたいなの多いので、そういうのを使っていたのですが、うん、最近はそのサンプリング元がわからないようにやっぱり許諾を取らないといけないので、まあ、そうはいかない。許諾を取るのって結構大変なんですよ、うん、時間もかかるしお金もかかるので。サンプリングしてはいるのですが、うん、それを聞いても絶対にわかんないぐらいめっためたに崩してるんですよね。あ、そうなってくるとね、うん、何でもいいんですよマジで。まあ何でもマジで。で、サンプリングなんかまあ普通に皆さんと同じようにいろんな、なんだろう、そのいろんな曲を聴く中でこれサンプリングしたいっていう、うん、あれですよ。まあどこを重点的に探してるっていうのはないんですけども、でもその中でまあでもなんだろうな、サンプリングしにくいのはね、ビートがめちゃめちゃもう打ち込んである曲はしにくいですね。あ、なるほど。そのビートが入ってるともうあの上ネタとかよりもビートのね主張ってめちゃめちゃ強くて、うん、その中にな上になんかドラム足せねえなみたいな、はいはいはい、なんかめちゃめちゃなんだろう、キーを下げたりとかしてもなんかね、あのスネアとかの音がねうるさくてこれ邪魔だなってのがあるので、ービートが入ってない曲だとまあ非常にしやすい、崩しやすくもあるっていうね、うん、なんかそのなんだろう、この一つのこの上ネタとして使いやすいんですよね、うん、ビートが入ってるとなんかそうなかなかそうはいかないんだけれども、めちゃくちゃヒップホップラジオで素晴らしいですね。これちゃう、うん、令和はこれでいきましょう。ヒップホップラジオです。ラジオネームパニックステーション、はい、近所のツタヤでハメンジャーズという AV を見つけたんですが、これってアベンジャーズ言い踏めてませんか。さあ、踏めてる。いや踏めてるよ。踏めてるし、なんかそのハメンジャーズ、うん、エイチチモムウルトロンやからな。エイジオムウルトロンじゃなくてエイチチモムウルトロンやから、それ知ってたからハメンジャーズ。ハメンジャーズ知ってたから。知ってる。さすがよく伝え行く人。知ってた知ってた。ハメンジャーズ。エイチチモムウルトロンやな。知ってるよ。おい、せっかくいい感じやったのに台無しやっけハメンジャーズで。どうかまい。まあまあこういうメールもたまにはさせてもらうんですよ。まあまあさっきみたいなお堅いのばっかじゃない。そうやねそうやね、アベンジャーズぐらい。続いてラジオネーム服部三世、うん、R さんに質問です、はい、モンゴル出身の大横綱ファックホーの強さの秘密は部屋で出されるチェンコにあるのですか。ちょっと待って、怪しいぞ、なんだよね。え、ちょっと待って、まあ、ファックホーな、ファックホーがね、ヒップホップでファックホーな。で、部屋で出される。ちょっと待って、ファックはヒップホップじゃ、用語じゃないです。何回も言ってんな、毎週ってのヒップホップの用語じゃないから、ファックホー。でもまあ、多めに見てファックホーな。ファックホーが部屋で出される。強さの秘訣は部屋で出される、チェンコ。チェンコもうなんか何か分かれへん。ヒップホップいじってんのか下ネタなんかもどっちかも分かれへん。チェンコ、チャンコな。チンコにも聞こえるから。いやそうそう、俺だって最初え、俺松田さんかまさか、そうほんまに部屋で出されるチンコって言ったんかと思って俺めっちゃ焦った。えチンコって言った今みたいな。あれチェケンね。そうチェケン、そう、えチェケン元たどれチャンコを、うん、チャンコのチャはチに出るから、もうチェケ文字にできるんじゃないかという発想のもと、チャンコがチェンコになった。チェンコはバカ。チェンコからは何もその、ヒップ、もう元が分かれへんから、ヒップホップに。チンコにあの、ティムポ的なものかと思うから、そっちの流れもあったしな。ティムポかと思うから、やめてよ。チェンコあかん。続いてラジオネーム、イエローサブマリン。うん。あなたの目の前に、1回押すと、ヤオ。2回押すと、チェケ。3回押すと、ミスター・チルドレンの名曲のメドレーが流れるボタンがあります。何回押しますか？さあ、お答えください。いや、こんなもんな。ミスチル聞きたいに決まってる。当たり前だ、誰もが。そんなボタンを押して、ヨーのボタンと。え、2回押したらチェケ？1回押すと、ギャオ。やろ？ヨー。チェケで、3回押すと。ミスチルの名曲やろ、うん、そうです、メドレーです。いや、じゃあ、うん、ミスチルやって、誰もが、うん、正解は3です、3でいいですか。正解は3、これラッパーも全員ミスチル押すから、うん、ラッパーもヨーもチェケも聞きたくないもん。普段言ってるし、自分で。何やったらミスチル聞きたいし。そんなになんかもう
その一番いいチェケと一番ね、いい用は自分から出るとみんな思ってるから。そうそう、自分が出すから。そんなボタン押して人の用をチェケ聞きたくないでしょ。3です。え？何そのボタンってそもそも。これは、ラジオネームバイシクル。うん。松永さんに質問ですが、うん、ビートを作る際に、